開始早々お騒がせいたしましたこと、皆様には深くお詫び申し上げます。お裁きお気をつけください。衝撃でございます。人類火星到達後、その場で終わすバーベキュー、そんな現象も超える快挙でございます。私、榊隆、お裁きのマネージャーを任され苦節2ヶ月、ついに芸能界の日の目を見ることができました。本当に恥ずかしながら感涙の極み、ここに男泣きさせていただきたく、おい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 、おさばキーナがおらんかったら1位やったんやけどね。ですが2枚目のミリオン達成いたしました。十分金メダルに値いたします。移籍第1弾で3位ならよかったでし、次回の曲でまた1位ですよ。これからはいい作詞家と仕事できますからね。キキよろしくお願いします。母さんは何位だ、母さんの曲は何位だ、111位でございました。何?1が3つか、1が3つか、これやめてたい。111だけに1111、わしも最後までうるさいってが。嫌ですよ、お父さん。1111じゃ、1111じゃないですか。おお、そうか。あちなみに、母さん、どんな曲だったんじゃ。秋が目立つは秋をリリースしたんだな。はい。
ロダクション南美咲専属マネージャーウーソバイです。サバオさん、お姉ちゃん今日記者会見で何を話すの？だからその、あの話って何ですか？ずっと前から二人だけで話してて、すごく気になります。教えてくださいよ。なんだ、サバオ隊員。では、お一人ずつ。まず、おさばきなさん、今回の歌合戦にかける意気込みをお願いします。はい、私にとってこれがおじさん最後です。精一杯歌わせていただきます。今日、初出場だけに最後の最後の？
可及的速やかに解決すべき事件でございます。サボタイ、サボタイどこだ。藤尾ちゃんです。ひろこちゃんです。あ、二人で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 大崎ぷんぴんこでございます。おさばきーなの穴はわしらが埋めますぞ。穴だけにあなたのお好みのお仕事をわんさわんさとな。
you